こんにちは。うぷ主のディスコです。今回も過去2回に続きデスケミニの動画となります。第3回目となる今回は、動作確認、ベンチマーク編となります。動画編集にはまだまだ不慣れな部分が多いですが、楽しんでいただければ幸いです。なお、OS インストールは別段説明事項がなかったので、起動確認からやっていきたいと思います。では早速起動速度の計測から始めてみましょう。環境は各種編集ソフトなどインストールした後です。M2 の実力やいかに。ポチッとな。ちなみに等速での再生です。起動完了。パスワード入力含め15秒ほどでした。環境はすでに安定しており、Chrome の起動も安定して可能です。電源ボタン投入から20秒ほどでブラウジングが可能という感じですね。私としてはかなり爆速の部類に入りますがいかがでしょうか。ちなみにメイン PC は SSD ですがブラウザ起動までには1分ほどかかるので、何のソフトを入れるかにもよりますが大変満足のいく速度となっております。続いては CPU、メモリが認識されているか BIOS を確認しましょう。CPU、メモリともに正常に認識されていますね。画面が映っていることから明らかですが内蔵グラフィックもきちんと動作しております。温度計は起動時で CPU28 度前後を記録していますね。結構低温で動作しており驚きです。変な電圧が流れていることもなさそうなので制作は成功と言えるでしょう。念のため OS からタスクマネージャーも確認しておきます。CPU にはきちんと8スレッドでの動作が確認できますね。いやー、この小ささで4コア8スレッド。タスクマネージャー見てちょっと感動です。極端に変な負荷とかもなさそうですね。続いてはメモリです。一瞬びっくりしたのが左側に 6.9GB しかないこと。でもよく考えたら GPU にメモリが割り当てられてるんでしょうね。現在の設定で約 1GB 割り当てられているようです。これを考えると 8GB はきついかもしれませんね。ひとまずパーツ実装、OS インストールは成功です。次からはいよいよ気になるであろう。ベンチマークに移っていきたいと思います。うぷ主自身かなりワクワクしてます。では早速、CPU ベンチの王様シネベンチを回したいと思います。予想以上に早かったので、等速でお楽しみください。ちなみに個人的にベンチマーク時の CPU が頑張ってる感大好きです。あとここでお礼をしておきます。チャンネル開設したばかりですが、すでにパート1が100再生を超えており、チャンネル登録もしていただけました。個人的には100回くらい見てもらえたらなぁ、と思い動画を作っていたので、すでにその目標以上の方に見ていただけました。皆様本当にありがとうございます。今後も編集技術を磨いていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。ということでベンチもいよいよ終盤。結果が出ました。結果は 806CB。GDP65W の CPU でこれはすごくないですかね。続いて GPU のベンチもやっていきましょう。こちらはサクッと4倍速で見ていきます。ちなみに今後の動画ですが、今家にいくつかマザーと CPU が余っているので、それの紹介をしつつ1台組んだりしていこうかなと考えております。ということでベンチ終了。結果は 39.64FPS でした。内蔵グラフィックで約 40FPS。すごい時代になりましたねー。ただ実波グラフィックに関してはこれで終わりじゃないんです。こちらの BIOS 画面から、GPU への割り当てメモリ量を上げて性能向上を図りたいと思います。まずアドバンスドのタブを開きまして、AMD CBS へと進んでいきます。
さらにその中の下から2番目 NBIO コッモンオプチオンスを開き、一番上の GFX コンフィグラチオンを開きます。一番上の項目がアウトになっているので、フォアセスに変えます。すると上から2番目に UMA モデの項目が出ますので、その項目をアウトから UMA SPECIFIED に変更します。こうすることで、ようやく目的の UMA フラメグッペアシゼの項目にアクセスできます。こちらの項目でメモリ割り当てを変更できるので今回は 2GB に変更しておきましょう。これで設定は完了です。忘れずに保存して BIOS を出ましょう。変更したらきちんと適用されているかタスクマネージャーで確認しましょう。左のメモリの項目が 6.9GB から 5.9GB になっていますね。では早速シネベンチで再計測です。再び4倍速でやっていきましょう。ベンチが完了しましたね。若干ですが数値が上がり 40.49fps。まあベンチマークではあまり大差なかったですかね。ただゲームに MOD など入れると効果は大きいかと思います。以上がベンチマークなどの結果になります。出た数値が高かったか低かったか。それは用途や個人差があるでしょうが、私としては大満足の結果になったかなと考えています。また GPU へのメモリ割り当てを変えることができるのはすごく便利だなと思いました。ただやはり 8GB メモリでやってしまうと、約 6GB しか使えなくなるので、メモリを大きく使う作業をする場合は 16GB メモリを選ぶのが正解でしょう。ただ、メモリ高いんだよね。最後に全てにかかった値段を発表して終わります。購入点はつくも、時期によって価格の変化があるので、あくまで参考程度にでお願いします。まず本体。デスケミニ A300 は税抜き 17,480円。CPU Ryzen5 2400G は税抜き 17,980円。メモリ 8GB は税抜き 7,980円。M.2SSD は税抜き 8,680円。その他小物類は税抜き 5,000 円として計算。合計、税抜き 57,120円。税込みで考えても 61,689円だよ。この価格がどうかは人によって違うから、あくまでうぷ主の感想としてはいい買い物だった、と言えるよ。以上で3回にわたりお伝えしてきたデスケミニ A300 の紹介は終わりだよ。ただ、もっとここが知りたいという意見はあるだろうから、コメントをいただければ動画にするかもしれないよ。うぷ主としては初めての動画編集で、見づらい部分も多い中、ここまで見てくださり、本当にありがとうございました。これからもこんな動画を上げていくから、ご興味があったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でー。